明けましておめでとうございます。いやー、 FGO 特番面白かったですね。グダグダオーダー面白かったなさてさて、いやー、いろいろ FGO 情報がやばいことになってますね。今年中に2部が、そしてそれに続く 1.5 部がうんぬんかんぬんと、まあその前にですよ、新サーバント宮本武蔵、さてさてその前にだ、クラス別の福袋召喚ね、 SSR5 星5のサーバントが一気確定と。ただ一つしか引けないっていうのがな、どうしよっかなってね、すごい迷うね。あ、ここ非難合々でしたね、混ぜんなって。ここかな、やっぱ孔明を狙うべきだと思うんだけども、三蔵が出そうですごく怖い。クーフリンオルタすごく欲しいけども、三蔵を狙ってみよう。うん、これね、ロードエルメロイ2世のコス似合いそうだねって言われたことあるから。でこれで微妙にあの玉もが出るっていう。どういう感じで出るんだ。まあ、10連の中でポンと出る感じかな、どっかで。なんか優勝無償の石のどうのこうのってあったけど、ちゃんと反映されてるかな。そもそも反映される方の石でしか引かれないとか。キャスニキかっこよかったな、アニメのファーストオーダー。さあ一気確定とはいえ、ビクビクしながら見守ってしまうな。いつ来るの？別に今のは今でしょってね、あれ願ったわけじゃないぞ。あー怖い、あー怖い、コメコメ、よっしー勝ったぜ。ふう、すげー怖かった。ここまでさ、確定みたいのでさ引けないってなりそうで、すげー怖かったんだ。ほんと年末ずっと怖かったんだ考えすぎだと。ふう、そういえばなんか限定クエストみたいのが出てたね。とりあえず2017年幸先はいいのかな。まあいいとしよう。3分の1が引けたと考えたらね。サーバント諸葛孔明だ。何、別人じゃないかと。その通り、エルメロイ2世だ。だが力は引き継いでいる、問題じゃない。よしよし、さてもう一つの気になる、あれ、よしよし、ポン、召喚武蔵宮本、こっちの方やってみっか。日替わりだからね、日替わりでどんなのが出てくるのかっていうのがね、怖いね今後どういうのが出るのか。あら、じゃあちょっとこれを整理しときます。
仕上がり。行くぞ。さあ武蔵。行くぞ武蔵。武蔵行くぞ。スカイツリーの地下で作られた再生された武蔵。それなんかピクルドと戦ってそう。単行本派だからね、まだそこまでしか行ってないんだ。まだ、まだ元部伊蔵と戦ってないぜ、俺の中では。もう元部伊蔵戦も終わったっぽいね、本誌だと。武蔵どんなもんなんだろうね。まだほんと情報が出たばっかりで、何宮本武蔵だぞだとっていうね状態だったから、使えるサーバントかどうか。まあでも後出しで出てきたサーバントは大体、おっ、あー違うかあ、キャスギルだ。2枚目。この感じだと来ないかな。日替わりっていうのがすごく気になるんだよな。日替わりでどういうのを出してくるのかっていう。もう一回10連引くことも可能だけども、そのせいでどうにも手は止まってしまう。もうポンって飛ばすな。最後の1個だった。まあキャスギル2枚目、とりあえず。他がどういう感じなんだろうな。期間限定1月2日。まあそれまでに能力は攻略サイトとかに出るだろうから、それですごい使えそうだったらもう一回チャレンジしてみよう。お知らせ欄に書いてあるかな、今後のキャンペーンとか。ログボ、おすごいな。お正月の記念冷蔵、かわいい。交換、モナリザにかかる交換の個数が少なくなったと。すでに使っちゃった人はその分が返される。で、種火集めが何日からだ、月曜日から2分の1になると。スタートダッシュキャンペーンがこれから始まると。朝4時からだから、今日から始める人でも4時まで待った方がいいって聞いたな。お、大成功の確率とかが、極大大成功とかが2倍と。そんな感じか。おお、バグってんぞニューイヤーピックアップ。蒸気含むサーバント、あ、つまり次はギルガメッシュ。わあ来たよ、こういう限定を日帰りで出してくると。イリアは持ってるからとりあえずもういいかな。ああ四季欲しいな、ギルガメッシュとかも。何で回すべきか。
悩ましいぜ。ここの謎のクエストやってみるか。ゲストサーバント、イベクエ乱入者。どこへレイシフトしたんだ。あ、武蔵だ。こっちは誰だ。柳生十兵衛かい。これは 1.5 とはまた違うおまけストーリーかな。新面竹蔵。お、結構長めのストーリーか。選択肢で一つの文章を作るな。あらま。マッシュはついてきてないのか。アニメのグダオとマッシュは完全にカップルだったね。名前はついていたけども、やっぱグダオと呼んでしまうな。お、新規 BGM か。出てる。一等三杯、修練の果てに無限に。スキルヒット数が2倍、無敵貫通状態、バスター性能アップ。結構攻撃特化な内容だね。任せそう。やらん。防具見たいけども間に合わなさそうだね。その前に敵が死んじゃいそう。いいだろ。あなたも。いわい。記憶はなくしても剣は覚えてる。ダメージ食らわしても死ぬ。間に合わなさそうだな。バスターがあんま出ないな。あんま持ってないのかな。いわい。
やられ。ようやく半分溜まっただけか。自身の防御威力をアップして単体に超強力攻撃強化状態を解除。へえ。待ってました。オートモン。なんの、まあやっぱ倒してしまうよなと。他愛のない、この程度では私は倒せない。あれ、なかなか次へが反応しなかった。次へ進ませてくれなかった。今日という日で足踏みをさせられた。よく喋るなこの鬼たち。小次郎と絡みのストーリーとかあるかな。名声欲しいって言ってたな。そういえば ストーリーいくつか進むのかな。解放されるのか。ああまだ続くんだ。じゃあとりあえず今回はこれぐらいにしておこう。とりあえず福袋ガチャを回しましたといった感じで、また次回。